どうも、ハイチョです。今日は3月28なので、多くの方が春休みに入ったかと思います。春休みに入ったらね、この動画撮ろうって思ってたものがありまして、今回それをやらせてもらいます。っていうのは、皆さんと一緒にあるテーマについてちょっと考えたいんです。なので、皆さんの意見をぜひコメント欄に書いてみてください。勉強する意味とか、勉強する価値、勉強して良かったこととか、そういった勉強に関するエピソードっていうのはおそらく人それぞれ違うじゃないですか。思ってることも違うので。で、今から私がなんで勉強するといいと思っているのかを喋ります。でも、まあ多分3分4分結構短くしようと思っているので、それを喋るんですが、もう聞かなくてもいいです。ただ流しながら皆さんの思いというか、それをコメント欄に書いてもらって、多分俺が喋ることよりもみんなが書いてくれたことを、これからね、受験勉強頑張る方とか、勉強頑張っていく方が読んだら勇気づけられる気がするんですよね。あ、そうか、こういう考えもあるんだっていう気づきもあるかと思うので、ぜひね、聞き流しながら皆さんの意見書いてみてください。それではここからは私が思う勉強する意味っていうのを話させてください。一番人生で勉強を頑張ったのは、まあおそらく大学受験、高校3年生の時かと思います。もしくは授業動画をめっちゃ撮ってた時、まあ本当 YouTube の活動初期ですね、の時かと思うんですが、初めて勉強する意味っていうものに気づいたというか、向き合ったのは中学2年かな3年かの時です。で、あの頃はですね、まあちょっと周りにこう嫌われていたりとか、陰口をすごい言われていたりした時期だったので、すごく自己肯定感がもう下がりまくってた時期だったんですね。で、運動が突筆してできるわけでもないし、勉強が秀でてるわけでもない、絵が描けるわけでもない、歌が上手いわけでもない。で、まあ見た目も今以上にぽっちゃりしてたので、見た目にも自信がなかった。だから何の取り柄もなかったんですよ。本当にそう思っていて、なんで生きてるんだろうってすごく思ってた時期なんですね。で、運動を頑張ることもできなかったの。チャンスがないというか、その一歩踏み出せなくて。で、習い事するとかさ、部活やってなかったからやめちゃってたから、部活に入り直すもできない。で、誰にも相談することなく、粛々と一人で頑張れるものって勉強だったんですよね。だって音楽習うのもできないじゃないですか。だから、勉強で成果を出せることを証明できなかったらもう無理だと思って、だから勉強したんですよ。勉強することは嫌いじゃなかったので。で、最初やっぱり効率が悪くてなかなか結果が出ないんですけど、やればやるほど工夫ができることに気づいたんですよね。自分はすごく楽をしろっていうのをよく話すんですけど、楽をしても結果を出すことができる。だからいっぱい長時間努力することは大切なんだけれども、それを8時間やってたことを5時間とか4時間で済ませられないかなって言ったら、できるようになるんですよ。工夫していけば無駄をそぎ落とすことができる。だから自分の意思で工夫をして結果を出していく。で、実際私はいつも思うんですけど、芸術とか、スポーツとかに比べて勉強って努力したものが結果に結びつきやすいと思うんですよ。で、しかもそのスパン期間が結構短いと思ってて、短い期間の努力である程度の結果は出る。いや、めちゃくちゃね、その学年でビリだった人がトップみたいな、そこまでいかないですけど、でもね、ビリだった人が平均点ぐらいだったらいけると思うんですよ。ほんとちょっとの、ちょっとというか数ヶ月の努力とかでも。だからそれを思った時に、あ、ここで頑張れば変われるかもしれないって思ったんです。自分のことをちょっと認めてあげられるかもしれないっていうふうに思ったのが勉強だったんです。だから正直言うと、もう勉強にすがってました。勉強しかなかったんですよ、自分を変わると思えたものが。で、実際に頑張ってある程度の成果が出た時に、そっかって、自分も変わることができるんだって、努力でね、変わることができるんだって思って、ちょっとですけど、でもちょっと自分を好きになるというか、認めてあげることができたんです。で、それで高校受験が終わったじゃないですか。で、高校入った時に、例えばぽっちゃりしてたのも、ぽっちゃりしてる、まず自分が悪いわけだから、見た目をまず清潔にしようって、まあ痩せたんですけど、その時に痩せたことも痩せましたけど、あとはその眉毛を整えたりとか、見た目、服とかもそうですけど、ちゃんと意思を持とうと、そこに自分が清潔感を出すとかにしてもね。で、そういった少しずつの積み上げというか、その努力を他の方面でも、スポーツとかもそうですね、方面でもやっていくことによって、今でもすごく自分は尖った才能がなくって、それはもう本当いつも気にしてることなんですけど、でもいろんなことで
ある程度こうそつなくこなせるじゃないけどっていう風になって、今の自分の配置が形成されてるんですよね。そのきっかけを与えてくれたのが私は勉強だったんです。だから勉強はしなきゃいけないものだとは思ってないです、正直。例えばスポーツをめちゃめちゃ打ち込んでる方、もうオリンピックを目指してる、ね、そのためには全部の時間をそこに注いでる方に、いやいややめて勉強しなさいよとは言わないですもん。だって時間をそこにかけてるわけだから。でも今自分が多分俺みたいな悩みを持ってる方って少なくないと思ってて、うちの生徒もいっぱいいましたもん。そういうことで悩む、自分に取り柄がないみたいな、取り柄がないって、何もないって思ってる人こそ勉強しなって言ってました。ひとまず勉強してみって、嫌いなものいいじゃん、嫌いでって、嫌いなものに向き合って成果出せたらめちゃめちゃかっこよくないですか。だって好きなものって頑張れるんだもん、人って。でも嫌いなものに向き合って頑張る、めちゃめちゃかっこいいじゃんって。でその成果を出した後に自信を持って、でもやっぱ勉強違うわって思ったら違うとこに行ったらいいじゃないですか。その自信を持って違う分野に行ったらいいって、すごくそう思ってた。だから今はみんなと対面で話すこともできないし、対面でアドバイスをすることもできない。ただ YouTube っていうこの画面を通して伝えられることはあると思ってる。その頑張ろうと、勉強頑張ってみようかなと思った時に、映像授業があったら、そこのやっぱりなんだろう、本とかだけだとなかなかさ、勉強苦手な子って続かないんよね。わかんないことがわかるようにならないから。でも映像だったら支えられるんじゃないかと思って始めたのがこの活動だったから。だから、まあそれをね、全員が全員に支えられるかどうかはわからないけれども、そういった変わってみようかなって思った時に、やっぱり一歩踏み出す時にも映像授業あったらいいんじゃないかと思って、今これからもやっていくので、まあそこはうまく使ってほしいな、ちょっと話逸れちゃったけど。なので、まあ自分にとっては自分を変えるチャンスをくれるのが勉強だと思ってます。でその時大事なのは、勉強ってさ、テストとかの得点で言うとめちゃめちゃグイッと上がんないけど、昨日よりは1レベルは上がるはずなの。昨日できなかった問題は今日できるようになってるはずなの。だってあそこ頑張れば、もちろんそこを忘れないっていう努力は必要だよ、反復とかね。でもその工夫をすることによって昨日よりは一歩前に進めてるよねって、それを実感してあげられるかどうかがすごく大事。なんで春休みの最初にこの動画撮ったかっていうと、春休みがチャンスなんだ、それを実感できるかどうか。みんなが勉強をして昨日より前に進めてるじゃん、昨日より1レベル上がってるじゃん、それ実感できるかい、それができてるかどうか、その実感の仕方、そのね1レベルの上げ方をこの春休み中に習得してたら、新しい新学年ね、すごいいいスタート切れるから。だからその面もぜひ考えてみてくれると嬉しく思います。ということで私の意見はこんなところです。ここまで聞いてくれてありがとう。みんなのね意見もぜひ自分も読んでみたいので、ぜひコメント欄の方もよろしくお願いします。ということでいい春休み過ごしてね、また来週お会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ、頑張ろう。